これに試してほしいことがある。それは人間の骨すか？誰の骨で？君には関係ない。昔の友人だとでも言っておこう。我が親友ディオの骨。いいか、スポーツマックス、よく聞いてくれ。この地球上ではな、海と陸地の割合が7対3で決まっているように、生物の魂の数もきちっと決まっているそうだ。この地球で人間の人口が増えれば増えるほど、その分だけ他の生物が減少していると考えて差し支えなく、魂全体の数は常に一定ということらしい。だがその魂をたった一人の人間が何個も何万個も所有できる方法があるとしたなら、その人間は何を見ると思う？その人間の先にはどんなことが起こる？さあ、見当もつきませんね。スポーツマックス、君に頼みたいのはこの骨のことだ。君の能力でこれに試してほしいことがある。この骨を蘇らせてみてくれないか？それは人間の骨すか？誰の骨で？君には関係ない。昔の友人だとでも言っておこう。ディオ、彼の骨はこれだけだし、他の部分は塵となってもうこの世には存在していない。だがやるのだ、スポーツマックス。もしできなければいいな、私が君に与えた才能は返してもらう。分かってますって。でももうやったんすけど。もう終わってますぜ、すでに。これは一体、これはどこだ？え？どこへ行った？彼の骨は？お前何をした？彼の骨はどこへ行ったと聞いてるんだ？知らねえよ。何なんだよその骨は。でも感じるぜ。どこか近くに動いているのは感じるぜ。探せ、早く探すのだ。いや待て、待つんだ、スポーツマックス。これで間違いないということだ。彼の言っていた天国に行く力が確実に存在するということが。骨は追跡するが放っておこう。何をしたいのか彼の骨に任せるのだ。そして私はそれを観察し、空城丈太郎の記憶と合わせて真実を突き止める。骨は今ウルトラセキュリティハウスユニットに気配があります。誰かが拾ったのかもしれない。目を探すこと。もしできなければいいな、私が君に与えた才能は返してもらう。確かに一瞬考えたな。その差が命取りだ。知性と能力を与えたのはこの私だ。これが知性なんだ。何？まさか、もしかしてフーファイターズ。体液がこいつの中に。教会士のエンリコ・プッツァということを。表の水道まで行こうとしているのか。だがその前に一つ聞いておきたいことがある。くらえ、フルファイターズ。
務所でよ。なあ、質問したのはこっちだぞ。私は君の記憶を奪って読めば、生まれたものがどんなのかすぐにわかる。だが、君の感想を聞いておきたいんだ。柔らかそうだと思ったとか、美しいと思ったというのは、君の感想であってディスクの記憶じゃないからな。ちっとも優しくないやつと一緒だからな。やばいと思ったらやつはやる。始末なんてことはありえないんだ。絶対にありえない。何者もそれを消すことはできないんだ。それはよくわかっている。ジョリーンが余計なことをして見失うことだけが心配だ。ジョータローの記憶だけが生まれたものを支配できる。その記憶は私が持っている。あと一歩のところに来ているのだ。どんな形をしていた？姿や大きさの成長は早いと思ったか？水に溺れそうだと思った。それから何を思ったかな。時間稼ぎだ。後ろを見ろ。やったぜ。フルファイターズの頭脳は、司令塔はこっちじゃない、向こうだぜ。これで水は手に入れた。全てをジョリーンに知らせに行ける。頭脳だと？お前の頭脳がどこにあるのか決めるのはお前ではない。スタンド能力をディスクで与えたのはこの私だ。プランクトンごときが私に向かって得意顔に解説を入れるんじゃない。ネット総力をのはこのこいつに差し込んだ。お前の頭脳がどっちか決定できるのはこの私だけだ。お前が触れた水はお前の能力で次々と沸騰していく。もうどうしよう。何があった？お前なのか？もうどうしよう。聞こえないのか？なぜここに無線機が落ちている？誰だこの喋ってるやつは？誰なんだ？こいつは誰だ？わかった。そういうことか。返事もできない事態というわけだな。今医療官を出た。こいつ！ウェザーリポーター！この雨はディスクが、こいつ、ウェザーリポートに雨を降らさせやがった。貴様を逃がすわけにはいかない。これは全く見えない。どこだ？霧まで出てきた。この石を打ちつける音はモールス信号だ。もっと濃い霧を。追跡されている。ホワイトスネークの正体はプッチ神父だ。バレた。私の正体はウェザーリポートに。幻覚の見ていたのは。案内してくれて礼を言うぞ、フーファイターズ。本物のウェザーリポーターが追いつく前にここに来れたことをな。547 557、素数は誰にも砕けない。長かったな。22年間人間の頂点がさらに上り詰めて行き着くところ、これだ。間違いない。ついに出会えたな、天国へ行く方法。まだ不完全で未熟だが、あとは空城城太郎が封印した記憶に従って、今宵は新月ディオ、君を目覚めさせ私が作った。どういう
つもりだこの手錠は。手錠は初めてか。私はあんたの陰謀でここに来てから毎日のようにされていた。こんなのでこの私を捕まえたつもりか。手錠は何のためにある。逃がさないためにあるんじゃない。出るだけです。大丈夫ですか。失礼する。ホワイトスネークが私のスタンド能力ではなくなっている。何かが暴走している。私の中で私の意志を無視している何かのパワーだが、希望のあるパワーだ。このパワーの中に希望だけは感じる。ジョータローの記憶していたディオのメモ。このパワーに必要なのはやはりそれか。時と場所、北緯25度経過。